熱水噴出口、熱水噴出口、熱水噴出口は、地熱で熱せられた水が噴出する割目である。数百度の熱水は、重金属や硫化水素を豊富に含む。熱水噴出口がよく見られる場所は、火山活動が活発なところ、発散的プレート境界、海盆、ホットスポットである。熱水噴出口は、地球上では、ふんだんに見られるが、 その理由は地質学的活動が活発であることと表面に水が大量にあることである。陸上にある熱水噴出口には温泉、噴気口、間欠泉があるが、これらについては各項目を参照するとして、ここでは主に深海熱水噴出口について述べる。深海によく見られる熱水噴出口周辺は生物活動が活発であり、 噴出する液体中に溶解した各種の化学物質を目当てに、た複雑な生態系が成立している。有機物合成をする細菌や古細菌が食物連鎖の最底辺を支え、その他に化学合成細菌と共生したり、環境中の化学合成細菌のバイオフィルムなどを接触するジャイアントチューブワーム、バイガイ、エビなどが見られる。地球外では、 木製の衛星エウロパでも熱水噴出口の活動が活発であると見られている。ほか、過去には火星面にも存在したと考えられている。1949年に公海中部の海底を調査したところ得意な熱水床の存在が報告された。1960年代になると摂氏60度の塩土を含む水とこれに関係する金属を含む 泥の存在が確認された。熱い水溶液は活発な。海底。下のリフトから噴出していた。塩分濃度が高すぎて、生物の生息は無理な環境であった。この塩水と泥が貴金属や非金属の供給源であり、うるか現在調査中である。海中の熱水噴出口の一種である。ブラックスモーカーは東太平洋海嶺の締ミ役にあたるガラパゴスリフトのある海域で。 海水温を調査中の海洋地質学者のグループが1976年に発見した。計測温度とその他の証拠から地質学者はこの発見は熱水噴出口からの噴出水であると結論づけるに十分な情報を得た。1977年リフトに戻った地質学者はウッズホール海洋研究所の選定あるビンゴを使って 数々の熱水噴出口を目視確認した。同年、ピーター・ロンスデイルは熱水噴出口に関する初の論文を発表した。2005年には、ある鉱物資源調査会社が、ケルマディック塔庫で3万5 0 0 0トルの調査を許可され、熱水噴出口により形成された鉛、亜炎、銅の硫化物の新しい交渉タリュル、海底用鉱床を探した。2007年4月には、 中米コスタリカ沖合の太平洋における新しい熱水噴出口海域ギリシア神話の怪物メデューサにちなんで命名されたの発見が発表された。2010年4月6日、イギリス国立海洋学センターの研究チームがカリブ海ケーマン諸島沖合のケーマン海溝で世界で最も深い場所に位置する熱水噴出口を発見した。それまで確認されていた。 通常の熱水噴出口の約2倍、最も深いとされた、ブラックスモーカーよりもさらに800メートル深い水深5000メートルの海底にある。海洋体験家ウィリアム・ビービにちなんで、ビービビーブ噴出口フィールドと名付けられた、この熱水噴出口は、鉄と銅の鉱石で形成されたチムニーを持つ、ブラックスモーカー一つである。水温は、摂氏400度と推定され、 周辺では目を持たず代わりに背中に光需要体を持つ新種のエビ類や白い触手を持つ新種のイソギンチャク類など発見が相次いでいる。深海熱水噴出口がよく見られるのは中央海嶺沿いである。ここは二つのプレートの境界域でマントルプリウムが上昇するところである。海底の熱水噴出口から噴出する水は断層や 透水性の堆積層から染み込んで、火山性の地熱構造で熱せられた海水が多いが、マグマの上昇に伴って放出されたマグマ水も一部、含む。陸上では、噴気孔や、間欠泉に回る、水の多くが降水と地下水であり、これらは、地表から地熱を受ける深さまで染み込んだものであるが、一部には、変成水、堆積層中で塩類を溶解した水、 マグマから放出されたマグマ水を含む熱水噴出口から噴出する水温は摂氏400度にも達するが熱水噴出口がある深海の水温は摂氏2度くらいである深海の高い水圧によりこの高温でも水は液体のままで沸騰しない水深3000メートルで摂氏407度の水は超臨界状態である塩濃度が上昇すると 臨界点は高くなる。熱水噴出口によっては、チムニー、煙突と呼ばれる、円柱状の構造物を形成することがある。超高温の熱水に溶解している鉱物が、摂氏0度に近い海水と接触すると、接触面で、化学反応が進み生成物が析出、沈殿して、このようなチムニーができる。そのようなチムニーの例としては、オレゴン州の沖合にある高さ40メートルで、 折れてしまった、通称、ゴジラがく知られる。中には高さ60メートルに達するものもある。熱水チムニーの生成には、硫化鉱物と鉱石鉱の沈殿が伴う。これらの鉱物は、チムニーと海水の境界面で析出して沈殿し、長い間には、透水性が低下する。チムニーが1日30センチメートルずつ、成長したという記録もある。チムニー構造で、 黒色の熱水を噴出するものを特にブラックスモーカーと呼ぶ。ブラックスモーカーが噴出するのは黒色の硫化物の微細結晶を多量に含むためである。一方、ホワイトスモーカーが噴出するのは無色に近いバリウムカルシウムの硫酸塩鉱物や石英などを多量に含むためである。ホワイトスモーカーの熱水はブラックスモーカーの熱水より温度が低い傾向がある。 また沖縄ドラフのハトマ海では、有人潜水調査先進会6500による探査でブルースモーカーが発されたが、この色の解明は今後の調査を待つ段階である。チムニーは海底から噴出する熱水に含まれる金属などが、石質、沈殿してできる構造物。海底から中上に突き出した構造物となり、柱の突端から金属や 硫化水素等を多く含んだ黒い熱水あたかも煙突のように噴出する様から名付けられた硫化物や金属成分の少ない白いチムニーも存在する海洋プレートの境界部火山島周辺の海底で観察される本来地質学の面からアプローチが行われてきたがチムニー周辺に本来生物に有害であるはずの硫化水素やメタンなどを材料に 有機物を合成する熱水生物群集や鎧のような硫化鉄の皮膚を持つ生物などが発見されるに至り、生物学的検知からも注目を浴びるようになった。チムニーの生態系はそれぞれに固有のもので、わずか数メートルほどの距離の隣り合うチムニーでも生態が異なることが確認されている。まさに交渉が作られている場所であり、有用金属の採取などからも注目を浴びている。 熱水噴出口周辺の生物社会は一時、生産者であるバクテリアとイ細菌に大きく依存している。熱水噴出口から噴出する水は、豊かな鉱物資源を溶解しており、有機物合成をするバクテリアの大量増殖が可能である。これらのバクテリアは、各種流化物から有機物を合成する。また、熱水噴出口金傍の海底下に生息している。 高熱性の微生物も熱水に着込まれて大量に噴出している。多くはバクテリアだが、温度の上昇に伴いサーマッカーカスやメサナコールドコカスを代表とした古細菌の割合が増加する。バクテリアは増殖して厚いマット状に広がり、これを餌にする短脚類や貝や種類などが集まってくる。そして巻貝、エビカニチューブワーム、魚類、タコなどより大きな生物ととに、 食物連鎖を形成する。このように指定できる生態系は熱水噴出口をエネルギーの供給源として存続し、太陽エネルギーに依存する地表の生態系とは異なる体系を作る。ただし、この生物社会は太陽とは無関係に存在すると言われることが多いが、その中には光合成により生じた酸素に依存するものも混じっている。 それ以外のものは太古と変わらぬ嫌気性生物である。熱水噴出口の動物と密接な関係にある微生物社会を嫌気性、金属体制の面から係数観察した結果、対象とした熱水噴出口周辺の動物症を支えるバクテリア社会の大部分に金属体制がありき的に金属を還元すること、嫌気性金属呼吸、テルル酸呼吸が 熱水噴出口の動物症と共生するバクテリアにおいて重要なプロセスであるらしいことがわかる。熱水噴出口で無機物や有機物から生命が誕生したという仮説も複数存在する。日本の海洋研究開発機構と理化学研究所は熱水噴出口の周囲で微弱な電流を確認し、これが生命を発生させる役割を果たした可能性が あるとの研究結果を2017年5月に発表した。しかし、この仮説に対しては、熱水の蘇生には必須元素のマグネシウムが欠落しているという反論もある。チューブアームは、熱水噴出口周りの生物社会では重要な位置にある。チューブアームは、寄生生物のように養分を直接体組織に吸収する。チューブワームには口も、消化管もなく、 バクテリアを体内に寄生させる。チューブワームの体組織1ムあたり1000万のバクテリアが寄生しているという。チューブワームは先端の赤い肝毛状の部分で硫化水素、酸素、二酸化炭素などを取り込み特殊なヘモグロビンと結合させてワームと共生するバクテリアに供給する。その代償にこのバクテリア、硫様酸化微生物は有機化合物を合成して ワームに供給する。熱水噴出口に生息するチューブワームには、デベニアジェリエコナナとリフティアパッチプテラがある。アメリカ領サモアのナファヌア海底火山近くでは、ウナギばかりが固まって生息する通称イールシティが発見された。ウナギが珍しいわけではないが、熱水噴出口の主だった住人はすでに述べた無脊椎動物である。この生態系に息づく。 動物賞特有の珍しい例としては、鉄という器物の鱗で走行した巻き貝、鱗船玉貝や摂取80度の水温でも生息できる、ポンペイワームワルビネーロープンピアナがある。熱水噴出口周辺で発見された新種の生物は300種を超える。楽しくご覧になりましたら、高読と良いです。クリックしてください。